デッカーは、アメリカ海軍のエバーツ級護衛駆逐艦の一隻。艦名は、エルネスト・エルデン・デッカーにちなむ。戦後中華民国海軍に引き渡され、太平として、襲撃、1954年11月14日に、中国人民解放軍の魚雷艇により撃沈された。デッカーは1942年4月1日に、ペンシルベニア州フィラデルフィア海軍交渉で寄港。 1942年7月24日に浸水し、1943年3月4日に収益した。もともとは BDE-47 としてイギリスにレンドリースされる予定だった。デッカーは1943年8月から1945年8月まで北米から地中海に至る航路で、戦乱護衛の任務につき、1944年5月の アックスマイナス40戦団の護衛任務では、ドイツ空軍の爆撃機及び U ボートの攻撃から、戦団を護衛することに成功した。第二次世界大戦終結直後の1945年8月28日に、中華民国に、エァーツ救護衛駆逐艦、ワイフェルスと共に対応、太平に解明。1946年に英、英国中業及び中立てを率いて、 南沙諸島及び、西沙諸島への進駐を行い、南沙諸島の五豆芝島は同館にちなんで太平島と命名された。1949年10月25日から27日の小ネーヶ線駅では、近門島沖に駆けつけ、守備隊と共に進行してきた人民解放軍を殲滅する活躍を見せ、1951年2月13日には、八重山諸島沖で、 海上風座任務中に中国大陸に向かうノルウェー船隻の貨物船ホイ、風を打ホ、拘束した。1954年4月初頭にチェコ船隻のユリウス・フチーク号が中国大陸が無効という情報を得て、駆逐艦隊用とともに打ホのために出撃したが発見できず空振りに終わった。1954年4月27日に大航とともに 台湾海峡を航行中に人民解放海軍の攻守、海風、南省、調査と遭遇し交戦した。1954年11月14日午前1時半に大鎮島沖において紹介中に人民解放軍海軍の魚雷艇155号、156号、157号、158号の魚雷攻撃を受け撃沈された。 監守部に命中したので犠牲者は28名と少なかった。激沈後、中国青年反供給国団によって、玄関復旧運動として、代わりの官邸の堅納運動が行われ、日本製魚雷艇2隻を購入した。ありがとうございます。